直江津駅、直江津駅は、新潟県上越市にある、越後ときめき鉄道、板東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。当駅は、上越市北部の海岸線にほど近い直江津地区の市街地に位置する。越後ときめき鉄道の妙高和ね馬、ラインと日本海水ラインの2路線が乗り入れる、拠点駅で、北口側には、同社の本社が所在する。 JR 東日本の新越本線が乗り入れているが、駅舎や車両基地など、構内施設の大部分は、越後ときめき鉄道が管理を行っている。新越本線の新潟駅、長岡駅方面から、北陸新幹線の上越明光駅への、接続列車として運転されている、特急列車、白雪豪福のほか、快速列車、荒井駅まで、上り一本と普通列車。 上り日本が、越後ときめき、鉄道への直通運転を行っている。また、上越線の越後湯沢駅、6日、町駅方面からは、北北線前線を走行する、快速列車と普通列車、平日18往復、土曜、休日19往復のうち平日15往復、土曜、休日16往復が、同線終点の西畑駅から東駅まで、 直通運転を行っている。このうち1.5往復は超快速、スノーラビットとして運行され、妙高輪馬、ライン内へは、同列車の越後湯沢駅発一本、東駅から荒井駅まで直通運転を行っている。国鉄時代から長らく在来線の拠点駅として長年機能しており、1987年、昭和62年の JR グループ発足後は、 新越本線を管理する JR 東日本と北陸本線を管理する西日本旅客鉄道 JR 西日本の境駅でもあった。特に当駅ではすべての特急列車が停車し、後年も白鷹、北越、トワイライトエクスプレスなどの特急列車は当駅で乗務員、運転士及び車掌の交代を行っていた。2015年、平成27年3月14日に、 北陸新幹線、長野駅金沢駅間が、延伸開業した際に、JR 東日本が管理していた新越本線の、妙高高原駅等駅間と、JR 西日本が管理していた北陸本線の、一振駅等駅間は、並行在来線として、越後ときめき、鉄道へ移管され、路線名を、妙高姉馬、ラインと、日本海翡翠ラインにそれぞれ解消した。 構内には多くの側線が広がり、列車が留置されている光景を見ることができるが、前景の遺憾に伴って、構内東側の直江通海行くは、長岡海行くへ統合される形で廃止され、駅舎及び、構内の施設と設備は、越後ときめき鉄道へ譲渡された。越後ときめき鉄道の妙高和ね馬、ま、ラインと日本海飛水ラインが乗り入れ、それぞれ終着駅となっている。 妙高ワネウマ、ライン、日本海筆水ラインは、同じ越後と決めき鉄道線ではあるが、JR 時代の運転系統を継承しているため、当初相互の直通運転はしていなかった。しかし2018年3月のダイヤ改正で、日本海筆水ライン方面から妙高ワネウマ、ラインに直通する、止まり発、荒い港が一本設置された。所属線は妙高ワネウマ、ラインで、 駅名標等のカラーリングには、同線のラインカラー、フレッシュグリーンが用いられている。加えて、JR 東日本の新越本線が乗り入れており、新潟県内の区間は当駅が、起点駅となっている。この新越本線の西潟駅からは、北越急行北北線の列車の直通運転も行われている。新越本線、北北線、及び同線経由で、 上越線から妙高姉馬ラインを経由して上越妙高駅で北陸新幹線に乗り継ぐ場合は前後及び中間の JR 線の営業キロを通算した運賃料金に妙高姉馬ラインの運賃料金を合計して計算され北陸新幹線と特急白雪を乗り継ぐ場合は白雪の JR 線内の特急料金が半額と なる乗り継ぎ割引が適用される。ただし、妙高アネウマラインの特急料金は割引対象外となる。前景のように、直越駅は現在に至るまで上越市の交通の要衝の一つとして機能し続けているが、北陸新幹線の上越市内の駅は、市南部の和田地区に所在する上越妙高駅に設置されている。また、上越市のもう一つの中心市街地である。 高田地区の中心部の最寄り駅は妙高はネウマラインの高田駅、上越市役所本庁舎、木田庁舎の最寄り駅は東駅と高田駅の中間の春日山駅となっている。島式ホーム三面六線を持つ地上駅である。京城駅舎を有し、上越市が管理する南北自由通路に面している。板の管理駅で、駅業務は板が直営駅として行っており、 新越本線の駅業務は JR 東日本新潟支社から同社が受託している。改札口には自動改札機が3通路設置されており、交通系 IC カードが利用可能。当駅は一部対応駅のため、カードの発売、払い戻し、再発行は取り扱っていない。改札口周辺には緑の窓口、自動券売機、越後ときめ機、 鉄道券売機2台、JR 近距離券売機1台、JR 指定席券売機1台、待合室、売店、ニューデイズコインロッカー、化粧室がある。出札窓口のブースは JR 時代2カ所だったが、板へ管後は、JR 券窓口1カ所、板窓口1カ所になった、後、現在は1カ所にまとめられている。バリアフリー対策として、改札内コンコースと、 各ホームを連絡するエレベーターが計算機設置されているほか、多機能トイレが併設されている。JR 東日本新潟支社が管理する直営駅で、地区管理駅として、新越本線の関山駅柿崎駅間の直営駅を除く各駅を統括管理していた。また北口には旅行センター、ビュープラザ、直越駅と JR 東日本レンタリース海への 駅連高は直越営業所も設けられていたが、新幹線開業に伴い2015年3月13日をもって営業を終了し、いずれも上越明光駅へ移転した。直東駅と高田駅の売店、ニューデイズは、引き続き JR 東日本リテールネット、新潟支店の運営により営業が継続されている。現役者へ改築される前に運用されていた。 1940年、昭和15年春工の三代目駅舎には、木骨真壁作り、ハーフティンバー様式が用いられ、三角屋根のファサードが特徴的なデザインとなっており、市民や利用者からは、三角屋根の駅、山小屋風の駅などと親しまれていた。自由通路、直越駅自由通路は、上越市が管理しており、通路は、市道直越駅線に指定されている。 駅舎及び自由通路は客船、アスカをモデルとしてデザインされたもので、アスカ通りに愛称が付けられており、通路内には駅舎、通路とアスカのデザインを対比できるパネルが設置されている。終日通行可能で、歩行者の他自転車も通行できるが、自転車は安全のため、押して徒歩で通行する必要がある。バリアフリー対策として、 北口と南口の双方にエレベーター、北口、南口北側各一機と誘導チャイム、エスカレーター、北口、上下各一機、南口北側、南側、上り各一機がそれぞれ設置されている。北口側のエスカレーターは上り下りとも途中で水平になっている箇所があり、運転時には足元の注意を促すアナウンスが放送される。車椅子対応トイレ。 オストメイト対応設備なしは、北口、南口双方の駅前広場に設置されているが、このうち北口の車椅子トイレは、男女別に、各1カ所設置されている。もともと設けられていた出入り口は北口で、直越地区の旧市街地に面している。自由通路の北口側階段下には、上越警察署、直越駅前交番などがある。交番に隣接して、前傾の ビュープラザと駅レンタカーの窓口が設けられていたが、いずれも2015年3月13日をもって営業を終了している。駅前広場ロータリー内の歩行者道には、直越駅前観光案内所と立ち食いそば店、直越津案が設けられている。ロータリーの車道西側はバスターミナルやタクシープールとなっており、駐車場が設けられている。南口駅前広場側には、 主導を挟んで階段が南北2カ所に設けられており、双方にロータリーがある。北側ロータリーの西側には一時利用者向けの直越駅駐車場が設けられている。当駅の駅弁は全系のホテルハイマートが調整、販売を行っている。改札口正面の改札内コンコースでワゴン販売を実施しているほか、駅前の同ホテルでも販売している。 主な駅弁は、下記の通り。一部品目は、季節限定となっており、事前予約が必要となっている。なお、ハイマートは2015年春の北陸新幹線の、延伸開業に合わせ、上越妙高駅自由通路の、桜プラザに、弁当、物産展、駅弁山崎屋を出店し、開業日の3月14日から10市程度の、駅弁を販売しているほか、 同年6月15日からは同駅に停車する白鷹の一部列車の車内販売でも取り扱っている。かつてはハイマートに加え、隣接するホテルセンチュリーイカヤの2社が校内営業を行っていた。両社は旧夜号の旅館山崎や支店、イカヤ旅館時代からそれぞれアイデアを凝らした賞を企画販売して競い合っていたが、イカヤは業績悪化による事業見直しのため、 2008年、平成20年春限りで、校内営業から撤退して、駅弁の調整、販売を終了し、同年6月30日付で、日本鉄道校内営業中央会を大会した。各年度の1日平均乗車人員は、以下の通りである。出店、上越市統計要欄、JR 東日本。駅周辺は、直越地区の中心市街地である。 駅前通りや暗黒寺通り沿いの住宅や商店には、周辺地域の島地に古くから残る、岩木像の風景が留められている。北口には宿泊施設や商業施設をはじめ、水族館、公園、史跡などの公共施設などが軒を連ねているほか、教育施設もすべて北口に集積している。南口には、医療機関や、 公共交通機関の本社が所在するが、多くは住宅地となっている。北口駅前広場の東側には、バスターミナルが設けられている。また、北口周辺と南口駅前広場横には、バス停留所が設けられており、いずれもくびき自動車の路線バス等が発着している。北口バスターミナルには、上越観光コンベンション協会とくびき自動車が共同で運営する。 全景の、直江津駅前観光案内所が設置されている。駅舎横の交番前には高速バス乗り場が設置されており、県内線、県外線各1路線の計2路線が発着する。北口側を経由する一部の路線バスは、バスターミナルには入らず、北口から徒歩約3分に位置する県道468号、直江津駅前通り沿いに設置された。 直江津駅前通り停留所からの発着となる。直江津駅前、バスターミナル。直江津駅前、高速バス乗り場直江津駅前通り、南口の停留所は、駅前広場横の市道上に設置されている。直江津駅南口。このほか南口の南側ロータリーには高速バスの内級、ツアーバス路線の停留所が設置されている。直江津駅南口。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。